あれは骸骨ジャクソンじゃね？わあ、本物だ。しかも超レア物のジャクソン T シャツじゃねえか。かっけえな。黄色と青もあるけど赤が一番レアなんだぜ。こんばんフラミンゴ、ミステリー案内人です。赤い服にまつわる怖い話があるそうですね。早速見てみましょう。レンタ君、最近お家で変わったところありませんか？そうですね、相変わらずポケモン三昧の日々ですけど、それ以外特には。どうかしたんですか？大したことじゃないんですけど、今日の授業中誰もいない運動場を見て赤い女の人がいるって言うんですよ。え？ベンタ、本当？うん、教室の窓からずっとこっちを見てた。本当だよ、僕嘘ついてないよ。今日はずっとこんな感じなんです。確認しても何もいないのに、何度も赤い女の人がいるって言うんで、ちょっと心配になって来ていただいたんです。そうですか。妹の花ちゃんが生まれてからベンタ君、少し情緒不安定になってるってことはありませんか？ベンタ、話があるからちょっとこっちに来て。もう聞いてるの？ベンタ、こっちに来なさい。どうせママも嘘つくなって言うんでしょ。僕嘘ついてないもん。ママ嘘だなんて思ってないよ。で、その赤いお姉ちゃんって赤い服着てるの？ううん、違う。本当は白い洋服なんだけど、血で真っ赤になってるんだ。首も変な風に曲がってるし、怪我してるみたい。もうベンタ、気持ち悪いこと言わないでよ。そのお姉ちゃん靴を探してるんだ。赤い靴、一緒に探してって頼んでくるんだ。赤い服の女ね。ネットで調べてみるか。あったよ、ベンタ見て。骸骨都市伝説、赤い服の女。主に中部地方に伝わる都市伝説。交通事故で死んだ女の霊だと言われている。婚約者に買ってもらったお気に入りの赤い靴が事故の時に片方脱げてなくなってしまい、それをずっと探している。ママ、この人だよ、僕が見たの。ふむふむ、気に入った人に一緒に靴を探してくれとしつこくつきまとう。断ると交通事故に遭ってしまう。誰かの特別な赤い靴を片方渡すと消えていなくなる。だって。靴を渡すと消えてくれるんだ。ママ、赤い靴持ってないの？ママ、赤い靴なんて持ってないよ。続きはまた明日。ほら、もう寝る時間だよ。うわ、私の靴一緒に探して。僕靴なんて知らないよ。一緒に探して。ねえ、うわ、夢か。窓を見るとそこにいたのは赤い服の女。女は窓を開けてベンタの部屋に入ってこようとしていたのです。ママ、ママ。ベンタの叫び声を聞きつけてママが部屋に入ってきました。ベンタ、どうしたの？窓から赤い女が。大丈夫、誰もいないわよ。あれ、何これ？窓を調べると窓の枠に血で汚れたような小さな白い布の破片があったのです。次の日の朝、おばあちゃんが花ちゃんの最初に履く靴にしてほしいってプレゼントしてくれたの。今度赤い女が出たらこれを渡しなさい。うん、よかった。ばあちゃんナイス。じゃあな、ペンタ、新しいポケモン見つけたら教えて。おう、まったな。靴を探すの手伝ってくれないなら死んでしまえ。え？ペンタが後ろを振り向くと暴走車が突進してきます。その時ポケットに入っていた赤い靴が道路に転がり、赤い靴はたちまち消えていきました。
一方暴走車はペンタにぶつかる手前で方向を変えて電柱へ衝突。幸い誰にも怪我はありませんでした。ペンタ、赤い女が僕に死んじゃえって。花ちゃんの赤い靴は？あれ、ポケットに入れてたのに。もう大丈夫、赤い女が靴を持っていったんだわ。ママの言った通り、赤い女はペンタの前に二度と現れなかったそうです。あれ？人間界から新しい骸骨がやってきたぜ。私、赤い靴を手に入れて気がついたの。もう私は骸骨だったんだって。恋人もいないし、ここに住むことにしたわ。成仏した赤い服の女が闇の世界にやってきました。手に入れた赤い靴がお気に入りのようですね。どんだけ足小さいんだよ。面白かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。